あの時代に YouTube 始めたのって周りからはさ、何やってんのって言われなかった。めちゃくちゃ言われたよな。だよね。なんなら店のオーナーにもそんなことしないで仕事しろって言われた。あの YouTube、 YouTube というわけで、とうとうこの日がやってまいりました。今日のゲストは星優さんです。サンキュー。よかった。はい、というわけで今日のお店はこちら。うわー、トントンさん、もう読めんな。どうです、今の。いや、めっちゃお腹空いたな。ペコペコでしょうがないっすわ。というわけで早速お店の方へ行ってみよう。行ってみよう。はい、それでは自己紹介の方。あ、いいでしょ。ダンスリーグどう？いや、元気だけでいい。いいな、それ俺もやりたいな。なんでやった？ダンスリーグどう？いや、元気だけでいい。あと、まっちゃんです。わー、かわいい。一番声が多かった。あ、本当ですか？リブ君はってもうただそればっかり言われて、僕らにも来てましたね、うん、でも来てた。あ、本当に、はい、うん、さすがにこの登録者じゃなぁ、恥ずかしいっしょと思ってね、ずっと俺からは黙ってたんで。そんなことないですよね。最近10万人ぐらいですよね。いや、そんなことないよね。知らない。でも、ちょっと根に持ってるのは、俺より先になっちゃん出てたと思って。あー、ね、そう、あれはルーレットで決めたんですね。はい、それでは今日のコースはモンセルトントン神戸牛コース。出た、神戸牛。出ました。神戸牛好きなんですよ、僕。え、神戸牛行く？神戸。まあ、行かないです。ストレート。はい、そういうわけで、はい、最初の一品目来ました。おぉ、出た。あ、ドラゴンフルーツ巻いてあるわ。喋ってほしゃんね。先に押してください。僕たち二日酔いです。決して気まずいとかではないので。いつもとテンション違うから。マジでドギマギしてる。マジで二日酔いです。でもなんかさっき、八代さんが遅刻してきてめちゃくちゃ文句言ってましたよ。言ってないから。言ってないし、あいつなんだよ。いやそれ、カメラの場所忘れちゃって。ミクトさんの方が帰ろうって言ってた。言ってた。ちょっと煽られたもん。そうそう、帰りますよ。ハリーミストン買ってくれるって。そう、なんでも、なんでも怒るからって送ったら、ハリーミストンって企画外だとこ来た。二人はYouTube を始めたきっかけって YouTube、まあ基本的にリクトさんと俺でなんか2人で YouTube 始めたいんよねみたいな、なりたいねみたいな、2人で喋ってて、で俺がこのままじゃ始めねえなと思ってパソコンとカメラを勝手に買いに行ったんですよ、山手。行動力すごい。行動したよね。はい、で買って、リクトさんも編集も俺がやるから始めようっつって。え、じゃあ編集者とかなしで最初、最初は大輝が編集してて。あの時代に YouTube 始めたのって周りからはさ、何やってんのって言われなかった。めちゃくちゃ言われたよな。だよね。なんなら店のオーナーにもそんなことしないで仕事しろって言われた。なんか遊ぶなって、ね、でもだ俺は絶対バズるって思ってたんで、ダメ、続けよう続けようっつって。うん、あと女の子からもめっちゃ言われたね。言われた最初。そんなやつ指名したくないって、うん、なんか最初はちょっと価値が下がって見えるんだよね。なんか当時加工カメラ全盛期だったからさ、漏れない写真とか、うん、確かにね、うん、なんかちょっと子供向けっぽいことしなきゃいけないから。確かに確かに、うん、めちゃくちゃ批判浴びたな。最初めっちゃ馬鹿にされてましたよ。計算切れたもんね、うん、一周回ってね、もうその何十倍も入ってきたもんね。まあそうですね、うん、そうですね。そうですね。まあまあ、まあ、決めそもそもホストを辞めても何か残るように始めたんですよ。いや、間違いない。けどなんかホストがね、うまくいっちゃって。うん、狙ってなくて。ホスト、あ、じゃあ当時はもうこれ以上ホストを続けるかどうかもちょっと迷ってて、もしなんかなくなってもなんか残したいねって思って、うん、で俺たちでちょっとやってみようかって。そうです。なったらどっちも当たっちゃったと。そうです。いいなぁ。もう汚い話、収益どんぐらいなんだろうってずっと気になってるもん。言っていいですけどね。いやいや、例えでいい時リンゴ200万個分ぐらい。リンゴ200万個分。わかりやすい。わかりやすい、結構。ミオさんはホストクラブ経営側だから、まあまあまあ、なんか広報としてもいいっすよね。そうだね、なんかいいよね、オーナーが自ら率先してやるって。なんかね、モテたかったって。めっちゃ不純な理由。それは1品目、はい、生ハムとイチジクのサラダ風。じゃあサラダのところから。うまっ。いいサラダ。早い。いやいやいや、絶対そこじゃないから。ミオさん好き嫌いないんですか？あ、俺本人全くない。うーん、女の子も何でも食べちゃう。ない。なんか俺が抱いちゃったヤバいやつが指名できたよみたいな。いや、一回も聞いたことない。俺も聞いたことない。
吉田さんの悪い聞いたことないです。俺も悪い噂聞いたことない、うん、嬉しい、本当にないです。二人の話も全く入ってこないもんね、そういうの、うん、俺ら悪いことしないっすよ。悪いことしてもう何かあったら殴るぞって。よくやで、YouTube の反面、うん、しづらいっていうのもありますよね。あ、わかる、なんか、まあそれ、うん、悪いこと、例えばそれこそやりまくっちゃうとすぐ離れたりするんで、そうだね、逆にだって2人とさ、なんか仲良くなったらみんな言いたくなるもんね、うん、仲良くな、私はあそこ仲いいよみたいなね。もう全然もうだ、遊べないっす、うん、間違いない。遊びたくても遊べない。ジャスティンだけだよね、遊んでるの。あれだけ来ました。出た出た、美味しそう。マグロや、マグロとピクルスのサラダグリア。おいおい、やめろ。サラダどこや。あ、美味しそうだった。誰が料理やねん。そう、ファングにいたじゃん、俺も、うん、ちょうど俺がスコールに行って、その次の月に入ってきたのがリックになる、ね、そう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 、すれ違う、そうなのレディオなの。そうなんだ。そうレディオ、レディオって言われた。いやいや、なんか何も関係なかった、今の。終わりかけのレディオとすれ違いの全然かかった、何も関係なかったな。それでは、2品目いきましょう。そうです、いただきます。いただきます。マグロのカルパッチョですね。この人参がうまいんだよな。ボケてくるないい肥料使ってますわ。こっちのキュウリいこうかしら。ピクルスな。嫌いやった。ピクルス嫌いやった。キュウリだと思った。2人は普段何食べるの？もう、俺自炊するんで。ミオさん何食べるんですか？一番好きなご飯なんですか？女。食い物じゃないですよ。でも、ミオさんの隣歩く人ってなんか黒髪ロングで身長高そうじゃないですか？ああ、確かに、うん、そういうイメージなんだ。イメージ、そのタイプないですか？タイプ、逆に二人のタイプ。俺はまあ自分を愛してくれる人ですかね。俺可愛くて、おっぱいおっぱい、おい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 、仕事ボスとやべ。そこあと伊勢海老、こちらを焼きいたします。うわ、すごいな、伊勢海老。ブラジル人のお尻ぐらいプリプリやな。2回目。じゃあ、逆に俺から質問なんだけど、はい、俺のイメージとか印象とかこんな感じ。なんか、ずっとお互いの存在は知ってて、勝手に距離も近いもんだと俺は思ってたんだけど、はい、ゆっくり話すのって今日が初めてだから。確かに、うん、聞きたいこととか、逆に思ってることとか。イメージですよね。イメージ、イメージ。色濃い。でも分かると思う。否定しない。色濃いで、なんか固めてるの上手そうな。するするする。なんか俺は洗脳。ああ、それもする。なんか信者、信者。一時期教祖様みたいな感じでやってたじゃないですか。うん、うん、そのイメージが俺、あ、この人多分宗教、宗教、そう、女の子をこうマインドコントロールしてるような。っていうイメージだよね。でもメンヘラの子もそうっすよ、うん、あイメージ。あー、めっちゃ嫌だけどね。今までされたことないですか、そういうメンヘラ。あ、いっぱいあるよ、全然。スローカーとかない。あるあるある。やっぱあるんだ。普通に一生逃げ分なり続けてたり、黒隠しても、うん、そういうイメージよね、やっぱり、うん、ね。まあ、頭角台放置した後に突っ込むとめっちゃ気持ちよさそうだね。なんかその辺、そんな感じがする。なんてこと言ってるんですか。10日熟成で楽しむみたいな。なるほど。え、どうなんだろう、2人のイメージか。なんか確かに俺らどんなイメージなの、うん、その営業に関して。あ、でも元祖キラキラ系。俺らキラキラ系なんや。ヤコさんがキラキラ系。俺キラキラ系なの、うん、2人が YouTube 始めたのってホストが Twitter 触り出した時じゃん。あー、確かにそうっすね。そう、だから2人が生まれる前はホストってこっちの方が主流だったじゃん。そうですね、うん、むしろそれでいけちゃうんだっていうスタイルを。アイドル営業みたいな。でも言われてた。そうそう、俺は、うん、なんでそれでいけちゃうのって多分当時言われてた、うん、言われてましたね、うん、1個だけこだわりがあってやってたのが、うん、どこで働いてるか言ってなかったんですよ。へえ。みんなホストって宣伝したがるじゃないですか。うーん、見ててなえるんですよ。はい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 。だからはホストの店の店舗の名前だけ出さないようにして。あ、じゃあ逆に俺らでやってるんだよっていう、うん、どこで働いてるんだろうって興味を持たれるように最初やってました。うーん、途中からバレちゃったからね、うん、もういいやってな。そしたらヤシロ飯で必ずやっていただいてる、はい、はい、あのそれ、あ、もう知ってるんだ。いや、さすがっす。ちゃんと勉強してます。いや、さすがっす。先にやっぱじゃブラジル人って言ってた大輝にレビ、はい、で、メインディッシュをリックに。あ、わかりました。ほら、これがメキシカン女の子と同じぐらいプリプリなエビだよ。あー、うん、おいしい。お尻や。違うか。あの、うちの女関係なしにいくら移籍金出せるか真剣に話してもらえない。真
真剣なやつ。いや、さっきね、カメラ止めてる時に俺に無茶振りしてって真剣に、真剣に。いやいや、そういう俺らにいくら出せるのかちょっと契約内容ちょっと落とすもんね。そういう、ね、もちろん走る3人ともっすから、ね、もちろん3人できますから、ね、いやジャスティはいいや。ジャスティ割引で、じゃあちょっと割引だ、ね、一応、まあ、広報としても使えます、僕たちは。もうなんならあの宣伝代ゼロになります、はい、俺らがいる、はい、まあ、2年契約としましょう、2年契約2年契約でね契約書書くんで、ちゃんと2年契約マジで得が一つも見当たらねえ遺跡金の相場っていくらなんだろうね。いや、もう分かんないけど、そうなんだ、とりあえず1億ぐらいもらえないと全然移動する気になる、まあ、しかも絶対元取らせるしね。うん、絶対元取らせる。あの100% 取らせできる。その数字超えてくるとガチ感やばい。でも面白いことに誰も引き抜き来ないですか。あ、なんか来そうなもんじゃないですか。きちんとお店を守ってる人にそれ言っちゃうのって失礼じゃない、うんうん、相当アホじゃなきゃ2人にそういうこと言わなくてでも絶対プラスになるよな、うん、そういうのありますけどね、僕の心がマイナスになるめっちゃ低く言ったら視聴者に叩かれるし、めっちゃ高く言ったらクーガさんめっちゃ怒るだろうし、いい人なんですよ、やってください。逆にリップンはピノからフィギュアに至るまでで大変だったことって。まあ僕はどっちかというと自分に精一杯というか、自分が本気で頑張ってそれを見てついてこいというタイプなんで、自分要はサボりたい時とかあるじゃないですか、きつい時しんどい時をそれを見せずに振り切るしかないんで、それがきつかったですね。だから弱音吐かないとか当たり前のことなんですけど、でも自分が上に立つ以上自分が結果を見せないといけないと思ってるから。でもやっぱさ、女の子を洗脳するより自分洗脳する方が厳しいじゃん、ね、やっぱ相手のことを知ったり好きになるのも仕事だしさ、まあ別に相手がどういう人かじゃなくて自分の状態からまずコントロールしなきゃいけなくてさ、間違いない、ね、それでこう結構病んだりした時に弱音を吐ける人が大輝だったんですよ。大輝に弱音とか吐いてるなるほど。じゃあ性格すごい真逆なんですよ。だから多分うまく噛み合ってるのかな。いいな、俺の真逆だと誰だろう。リキは、リキは。ヤシロさんは逆とかじゃなくて、ヤシロさん変なこと言ってるんで。逆にいないですよ。こちらの神戸牛は。お肉を焼き方はいかがでしょう。ミディアムで。レアだ。レアだ。あ、レアなんや。レア大好き、オルカメコ。コンドームつけれないんだよ。どういうこと生派なんすね。そう。バイクもヤマハって持って。え、できます。調子悪い。今日本当にバッタ入ってるね。本当に本当に二日酔いないですよ。大丈夫です。逆にこの後ホッキルさんの方って何と？なんか野球塾をしてもらおうかな。俺らもホストのこともっと知りたいと思って。了解です。めちゃくちゃエグいことをした。お願いします。どうやったらもっと俺らの売り上げが上がるかっていう。どうしよう。それ以上上がんないっすか。これ綺麗事じゃなくて。ない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 。なんか本営も。したことないんですよ、一回も一回もなくて、でももう二人上がるとこまで上がりきっちゃったから。いやでももっとね、本命教えてほしい。だって塾ですよね、塾塾長いろいろ僕たち突っ込むんで、いやそれはこうじゃないかな。でもこれはあの先生に売れたいホストをうちの従業員に見せれる動画を作ったね。あ、なるほど、了解です、了解です。最近うちのジャスティンもホストかぶれみたいなこと。ほぼホストよね。最近なのに指名も取ってるんですよ。ホストかぶれみたいなことしてるんで、彼にも教えてあげてほしいんで。お茶引かないからかな。お茶引かないよね。来ました皆さん。来ました、リン君のターンタイムが。ターンタイムが。いいですか。はい。ありがとうございます。今回も視聴者の皆さんが大喜びでございます。はい。じゃあ、ジロさんもやったらいいんじゃないですか。あ、そうっすね。やってもらいましょう。ずるいな。ずるいよ。そして、ちゃんと食べさせてもらいたいな。はい。食べさせてもらうんだ。スターリーディ？リックン。え？大輝ばっかり見てんじゃねえよ。うまっ。おっと、言い過ぎやろ。飲み物じゃないよ。だけで今日の方のお会計はですね、高いんでしょ。はい、今日は3人で106,530円でした。出しますよ。出します、出します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。いやー、お腹いっぱいだよ。
ったな。いやちょっとね、淡々と食ってたけど、いい店すぎてテンション上げれなかったそう、大きい声出せなかった。あと BGM ないとね。そうそうなんだよね。でもヤシの飯のね、罠って呼んでる。緊張しましたね。この方フィリアさんで楽しく飲んで帰るから。やめて、いっぱいお金取ろう。やめて、いっぱいお金取ろう。はい、というわけで、それではね、この後にちょっとホッシルさんのチャンネルでね、またヤシロ塾やるかもしれないんですけど、まあどちらもいいねとチャンネル登録と2000回ぐらい全員見てくれたら嬉しいなって思ってね。一人乗るから。はい、というわけでまた次週、バイバイ。バイバーイ。